にちは、ゆみこです。あと愛犬のさくらです。今日も順調に寝ておりますよ。さくちゃん、ご挨拶。さくちゃん、爪が伸びてきた。切らなきゃ。今日はですね、この前私ワンちゃんの前世を見てこの動画で紹介したんですけど、そのね、前世を受けて飼い主さんから感想をもらってたんですけど、すっかりちょっとブログに載せるの忘れててで、ブログ載せていいですかって今朝メッセージしたら、お二人ともいいですよって言われて、で、まあブログで書こうかなと思ったんだけど、あの小町ちゃんの方がね、なんか面白いシンクロがあったんで、ちょっとこれ動画でシェアしたいなと思いました。小町ちゃんっていうのは、次の写真の子です。どうぞ。この子が小町ちゃんです私が見えたのは黄色い妖精で、楽しさとか、もっと軽く楽に生きていいんだぜみたいなことを伝えに、今の家族のもとにワンちゃんとして生まれ変わってきたっていう風に私は感じたんですね。で、まあ、もちろん飼い主さん、その私のメッセージを聞いてくださって喜んでくれたんだけど、あのね、そういえばっていうので今朝メッセージが届いて、あの小町っていう名前、今小町っていう名前なんですけど、その小町がお家に初めて来た時に、そのお母さんがパッと初めに浮かんだ名前が、まさかのティンクだったそうです。ティンカーベルのティンクってことは妖精すごいリンクと思って、いや、ってことは、いや、小町のお母さんがもう無意識のレベルで、これチャネリングですよね。なんか私と同じものを見てたんだっていう。そうそう。まあ、私すごい、わ、めっちゃシンクロと思って、もう、それで、小町の過去生の、まあ一つね、前世の一つはもう、妖精って確信に入りました。やっぱり私見たのは、まあ、間違ってる正しいって本当ないんだけど、あ、なんかハマったなって感じ。いやー、面白かったですね。そのメッセージ来て、私もなんかちょっと鳥肌立ちましたもん。小町ティンカーベルだったんやみたいな魔法かけちゃいますみたいな金粉振りまいてさ、まさにね、なんか幸運を呼ぶワンコみたいないやー、嬉しかった。で、まあ、その前世っていうのも、なんでその前世を私が見るかって言ったら、ただ単に、なんていうのかな、どんな前世いるのかなって、まあ、それを知るだけでももちろん楽しいんだけど、絶対見えた前世って今の自分と結構つながりが深いんですね。今の今世の自分と。だから何かしらメッセージがあるっていうか、だから小町ちゃんの、前世が、その今回私が見えたのが、その黄色い妖精っていうのも必ずその小町ちゃんだったり、小町ちゃんのご家族にとって、なんていうの、濃いメッセージっていうか、つながりがあるですよね。いや、面白いわと思って。で、アイルのお家も、やっぱその飼い主さんが、まさか人間だとは思わなかったって、まず、言っておられて。でもやっぱメッセージにジーンってきたって、おっしゃってました。だからそうやね、またワンちゃんのね、前世もね、ちょっとこの動画でちょこちょことアップしていこうかなって、思います。で、今回
そういえば私さくらの前世見てなかったと思って、さっきねちょっともうチラッとやっちゃいました。うん。で出てきたのがまさかのまさかの鳥渡り鳥。なんかビジョンがねすごい大海原っていうか海の上をバッサバッサ飛んでるみたいなのが出てきて、ってさくちゃんまさかの鳥かいなみたいな。でもそういえば私子供の頃鳥飼ってたんですよね。てか鳥好きで白文鳥とか、まあ、普通の文鳥もだし、うん、飼ってたし、私鳥にすごい憧れがあって今もし、たまになんで私飛べないのかなって思う時あるんですよ。ってことは私も前世鳥だったのかなそういうこと、うん、だからさくらのそのねなんて本当気持ちよさそうに飛んでて、うん、なんか感じたメッセージがなんかもう定着しなくていいんだよって、何か一つのことに、うん、なんかどこに住んでもいいし何を選んでもいいし本当にあなたは自由なんですよっていう、何をしてもいいっていうか、うん、なんかそういうメッセージが、うん、届きました、さくちゃんの前世から。でね、鳥さんにでも主観な感じだったんです。その鳥の形自体は分からなかったんだけど、うん、その私がそのさくらのその鳥の前世の中に入ってなんか飛んでるような感覚で、その子にその鳥さんにあなたは誰ですかって、なんていう鳥ですかって聞いたら、私には名前はありませんって。あ、そっかと思ってそれ聞いて、だって鳥に名前つけてるのって人間じゃんと思って、うん、それは鳥からしたら余計なお世話つうかだよなみたいな、名前はありませんみたいな、私は私ですみたいなの来ていやおもろでした。うん、いやいや、なんかねこういうスピリチュアルなことってなんかもっと気軽に前世見てみようとか、うん、チャネリングしようみたいな感じで、あ、なんか使っていっていいんじゃないかなこれからと思って、なんか今までってちょっとかしこまった感じじゃないですか、なんか特別な人しかできないとか、なんか占い師がさなんかこういうベールをかぶってさ水晶前に置いてなんかあなたのなんか前世を見ますカルマを見ますとか、なんかね、多分テレビの洗脳かしらこれね、なんか私もだから初め結構とっつきにくいっていうか、なんかチャネリングもう私できるよって言われてもなんかほんまかいなみたいな、うん、なんか私そんなキャラでもないしみたいな、なんか占い師キャラじゃないしとか言って勝手に思ってた時期あったんだけど、でもなんかこれからってほんと普通の人がそういうスピリチュアルなことをやっていく時代だしになるなって思います。うん、だって私が今やってるんだもん実際、なんかもうほんと誰でもできるっていうか、うん、そうなん、そうなんてまた富山弁がそうなんですはい、てなわけで今回は小町ちゃんの前世と飼い主さんが、その小町のね名前を初めティンクに しようとしてたっていうのがすごくリンクしてて、まあ、シンクロですね、うん、っていうのでちょっとびっくりしたんでシェア してみました。はい、じゃあまあ今日はここまでにします。私はもう帰ってね、今日も昼寝しますわ、眠い。では帰ります。じゃあね、あ、チャンネル登録といいねお願いします。バイバーイ、さよなら、また次回。